もすみません。サツキ賞収録バジェについて喋って行こうと思います。今週はサツキ賞はレース前は YouTube 有料会員メンバーシップ限定で公開、アリントンカップとアンタレスステークスは無料公開もあります。ただし無料公開の方は能力値や印が一瞬しか映らないそういったようなものになっていて、メンバーシップの方は見やすくなっている形です。 それではサツキ賞について入ります。今年のサツキ賞はまあ結構底力があったりだとか、あとはスピードとセンスがあったりキレがあったり、いろんなタイプがいてまあ、かなり面白いメンバーにはなったかなと思いますね。なので基本的には正解はないです。ちょっとやっぱ。 位置取りだとか進路取りだとか展開レースの質そういったところがハマったりあとはジョッキーがうまく乗るかどうかだとかそういったところで決着するかなと思いますねまあ、それでとにかくまず最初の段階でどっちの方に振り切って考えるか展開やレースの質をそこからなんですよねもうそこでまずは最初の超過半過っていう運が決まるかなっていうところでその中でまあ今回 逃げ線コーが多くて、まあその馬たちもそんなには強くはない。だからといって追い込み外外がばかりで決まるかだとかいろいろ考えるところがありますよね。それではまずはババコースレース展開から考えていきます。ババについてはとにかく今回際の中山は開幕州から三コーナーから四コーナーにかけてうちの方が悪いんですよね。まあただ 1>, 1等分2等分が悪いだけじゃなくて4事等分とか悪いというかなんか走ってるうちに掘れてくような感じで多分日曜日も使ってくうちに条件線で掘れてく可能性はあるかなとは思うんですがまあたださっきも言った通り1等分2等分が悪いわけじゃなくて4事等分とか悪いので結局はコーナーリングのところでそこまで。 ななんとといいうか、外を回った馬と内を回回っったた馬馬内が影響しない可能性であのー、結局ですねババが悪いことが影響しやすいっていうのはついていくのがしんどい時はバランス崩したりだとか走りづらくてババが影響しやすいっていうところがあってなので例えば逃げ扇降馬が34コーナーのところ 上手に引っ張っていく形になってしまうと後ろの馬たちちょっとついていくのがしんどくなって足を取られたりだとかそういうふうになる可能性があるんですが逆に逃げ先行馬があんまり引っ張りきれない場合その場合だと後ろの馬たちもついていくのが楽なわけですからその中で能力差があったりなんかして後ろから行く馬の方が能力が高くて。 逃げ線交番のペースに飲まれない、ついていきやすいということになると、そんなにはその三四コーナー。うちの方を通っても、あ,んま,りあんまり大きな影響を受けない、ババの影響を受けない可能性もあるかなと思います。まあ、でも、逆に、逃げ線交番が結構、直線の入り口まで引っ張ったな、というような感じになってしまうと、やっぱ三四コーナー、バ場。 響いいてて反応が悪い馬が悪馬出てきたりもしくは外外を回り過ぎた馬も逃げ馬先行馬が引っ張った場合だとロスが大きくなってしまうので逃げ馬先行馬がそんなに進んでいかないあんまり引っ張りきれない感じだったら結構外回ってもいいとは思うんですけれどもその辺ですよねその辺をどう考えていくかっていうところです。 まあちょっと分かりやすいのは前の日の土曜日津村騎手が逃げ切ったレースあれは消灯数だからこそ逃げ馬が有利になった部分もあるっちゃあるんですが、まあ、やっぱ後続の馬たちついてっていい足を使うとか足をためながら回るとかそういったことが難しくなって逃げ馬のペースに翻弄されたというか消灯数の競馬って基本的には競馬が散ったまま終わりやすい傾向にありますんで、まあ、その ショー,トースのレースのレ典型みたいななレースになっだあのレースを見て逃げ馬結構残るぞそういう馬場だっていう風に考えるっていうのはトンチンカ感な話なんですがまあでもあのそうですねそういう風に逃げ馬が有利に引っ張った場合に後続が苦しむかどうかとかそういったことに関しては参考にする要素はあるかなと思いますね。で基本的にでも 差し追い込み馬に関しては3コーナー4コーナーのところある程度内の方を通るのもありっちゃありなんですがただ4コーナーの手前辺りからとかもしくは直線向いたところですねあの辺に関しては差し追い込みに関しては基本的には真ん中どころから外に出す意識は必要かなと思いますね。逃げ先行馬はマイペースなんで 内の方を通ったまま、直線も打ち通ってもそんなに問題ないっていうことはありえるとは思うんですがやっぱ逃げ先行馬が打ちを通るのと差し追い込み馬が打ちを通る打ちつきをするっていうのは全然違うのでまあもちろん差し追い込み馬にですね結構自力のある馬がスーッといたりなんかしてその自力のある馬が。 の方を通ったりだとか多少強引な乗り方なんかしても突っ込んでくるっていうことはありえるとは思うんですけれども、まあ、力がなければあとはギリ足りるかなっていうような差し追い込み馬が打ちつきをして突っ込んでくるっていう可能性は低いかなと見てますんで力のある馬たち同士の中でその進路の奪い合い進路の正解不正解っていうところをどう引くかっていうような感じですね。場合によってはもう 回せるだけ大外回した方がいいこともありますし場合によっちゃ一旦4コーナーだけでも内やバグの中突っ込んでそこから真ん中とこの外を目指すとかまあ大体この2パターンになることが多いんですけれどもどの馬が逃げそうか逃げたそうかなんですが名将タバルシリウスコルトは前走逃げましたが基本逃げ馬って感じではないですよね。 アレグロ・プリランテもそんなに速い馬ではないんですが前走かなり無理してでも行ってたような感じがあったんでで「ホープロサンゲーもそんなに速くはないんですよねであとはどうなんですかねまあサンライズ・アースとかあとは「コスモ・キュランダ」のモレイラ騎手が ペースが遅かったらまあ結構逃げたい馬がいる中でその中で隊列が決まったらもしかしたら逆に隊列が決まった後にスローに落ちる可能性もあるのでそのパターンのスローになったとしても動く可能性がある馬がいるということを考えると多少入れ替わりの激しい展開に対応できるようなある程度器用な馬も注意が必要かなと思いますね。 まあまりにもその入れ替わりが激しくてコーナーからの消耗戦になってっていうような感じになるとまあ本当に後方からの外外回るような底力のある馬たちで決まる可能性もあるっちゃあるんですけれどもまあ馬場とあとはなんていうかこの頭数を考えるとなかなかですね最高峰一揆っていうのは。 まあ、きょ去年なんかは最高峰一気に近かったんですけれどもまあどうなんですかねあの力が拮抗してて似たような客室の似たような能力の馬たちが結構いるということを考えると、まあ、ちょっとその不器用すぎる追い込み馬に関しては狙ってみるのも面白いんだけれども信頼性としては少し劣るかなと思っているところあります。 それでは右の方から一頭ずついきますサンライズジパングサンライズジパングはまあ、ホープウルステイクスの前に多分ダート馬だろうっていう風に僕見極め間違ったんですが思ってたよりも芝こなしましたねまあ、ちょっとゴールドアリュールに近いかもですねゴールドアリュールは竹豊樹種が乗ってダートを G1 勝ちまくって馬なんですがゴールドアリュールもダービーあたりでそれなりに走ってたんですがダートでずっとやっていったっていうような感じですねで このサンライズジパングに関してももしかしたらダートを走り始めたらダートの方がいいっていう風になる可能性もあるんですが現状芝も全然いいですねであのまあダートも走るからということになるとちょっとあんまりスピードがないんじゃないかっていう風にイメージしがちなんですがこのサンライズジパング意外とスピードとセンスもあってある程度はついていけるんで。 まあちょっとメンバーが強くなってレベルが今回上がるのでそこですっと反応するかどうかはわからないんですがまあ結構馬体なんかも良くてなんかあの結構好きなタイプの馬体ではあるんですがまあもしかしたらあのここのメンバーでもですね馬群の中も問題ないとかすっと勝負どころで反応してっていうような形で馬としての資質ですね。この馬が なんていうか本当にこれから成長して一流版になっていくっていうような資質ですねメンタル含めてのその辺なんかがあった場合にはあっと言わせる可能性はあるかなとは思うんですが、まあ、ただやっぱりその結構メンバーが揃ってて底力が上の馬たちなんかもいますし結構タフになったり入れ替わりが激しくなった時にこのジョッキーだと不安も出てくるっちゃ出てくるので、まあ、一発はあるかなっていうような程度で考えてます。 名勝タ,タバルもちょっと前奏僕は能力の見極めを見間違ったというよりかはまあ完全にノーマークンさせすぎたっていうのも大きいかなっていうしかも馬場なんかも気にして名勝タバルはうち,うち通ってたのに他の馬たちは4コーナー手前辺りから真ん中ところ外を回ったりだとかそのうちにスイスイ行っちゃったっていうような感じなんでまあ ドハマリもああったかなないうようよ感じでありますね、まあ、それと名称とばるもしかしたら将来的にはもうちょっと短い距離的性マイル以下になる可能性もあるんですが現状若い馬でもありますしバでもあってフレッシュなんで距離はある程度はこなすかなと思いますね。まあ、でもあれだけノーマークでも少し4コーナー前後の反応なんかもスッといった感じでもなかったので。 今回は阪神の外回りと違って中山だと内回りこれやっぱ34コーナーコーナーからある程度仕掛けていかなきゃいけないとなるとある程度ロングスパートが効かなきゃいけないんですがそこで過去のレース見てみたらあの中段あたりから刺して阪神の 2,000m 内回りですかねそこで中段あたりから外回って早めの感じで動いてってなだれ込みみたいな結構 いい競競馬馬ししてててるるるんですよよね長く足を使ってるかのような競馬してるただその時はですねちょっと気持ち馬体面とか走りが緩かったんですよね。それはまだパワーがつき切ってなくてその分何というか多少ずぶさがあったというか緩さがあってその分ああいうような雑な乗り方でも長く足が使えたかなというような感じがあったんですよね。で今の名勝バルはパンとしてきて全体的なバランスが良くなって。 動きが機敏になってきてきるんですよねなので少しタイプが変わってきてるんでその未勝利戦で長く足を使ったような乗り方ができるかというと同じような乗り方はちょっと難しくなってるんじゃないかなというところがあってとなるとやっぱある程度スピードで押し切るしかもスピードだけじゃなくて足を溜めなきゃいけないみたいな。 イメージになっちゃうんですよねなのであんまりコーナーから雑に乗った場合だと長く足が続かないちょっとパワー負けしそうなイメージになってきているところがあるのでそういった意味では何というかただうまくごまかしごまかしためながら回ってこれて一足で決めれるような感じだと走る可能性はあるんですがまあでもとにかく僕は。 人気人気しすぎかなと思ってます。エコロバルツ、エコロバルツはまあとにかく朝日はヒフューティリティステークスに関しては竹豊学師が後ろから腹くくって大外に出したということですね。まあ、いつも言ってる通り、腹くくって外出せばハマることがあるっていうような典型で、逆に打ち突きをした津村らきの佐藤のはですね、あれは打ち突きをしたから。 失速ししたんであってて外出してれば2着争いか,もしかしたら勝ち負けに加わっってたた可能性があったかなと思いますね津村騎手はうまいジョッキーなんですがああいう打ちつきっていうのは特に g 1でははまらないことがほとんどなんでですからこのエコロバルツは朝日杯に関しては自分の足で自分の切れる足で突っ込んできたわけじゃなくてはまってるんでなので次の東京怪しい厳しいだろうなっていうような評価してて実際にそういう競馬になりましたよね。 でも左回りとか東京だとある程度ゼロからスパーンと切れる足が必要なイメージはあるんですが右回りだとコーナーからペースが流れたりしやすい傾向にはありますんでそういった意味では右回りに変わるのはエコロバルツいいですし底力というかタフになればタフになるほどハマりやすいタイプではありますんでそういった意味では可能性はなくはないんですがまあただ似たような客室でもっと切れる馬能力のある馬いますので。 距離的性的にもエコルバルツ、まあ、2000はこなすとは思うんですが、まあ、でも相手が強いなっていうところはあるので本当にに他が自滅しててくれた時にはまれたまばっていう,ような程度ですシリウスコー・コルトシリウス・コールトも前走ははまりましたよねやっぱある程度完成度の高い馬が一発。 逃げ先行っていうような形っていうのはこの時期はまることがありますしまあば含めてなんですがその感じにはなったかなと思いますね、まあ、ただ逃げ続けていいタイプかというと、まあ、相手関係とかこの距離 G1 皐月賞っていうことを考えると、まあ、そこまで強調できないかなということかといって控える形に戻したとしてもそんなに切れる足とか。 タフさ能力もあるわけではないので、まあ、現状完成度が高くてバランスが良くてある程度センスのいい競馬してるっていうのはいいんですけれどもまあやっぱ大逃げとか前がばらけて他が自滅しまくるとかそういうような感じでの23番手からのなだれ込みとかまあかなり恵まれないとっていうような感じですね。 GT は、まあ、前走は皇位の内からスッと抜け出す競馬で、まあ、確かに逃げ馬を目標にスッと抜け出すだけなんで簡単な競馬ではあるんですが、まあ、それでも今までそういう器用な競馬ができなかったのにできたのは藤岡雄介機種に安城強化をしたからですね、まあ、ただ根本的にそこまで器用な足があったり馬群から一瞬でビュッと伸びるようなそういう小足を使ったような切れる 競馬も器用な競馬もできるイメージはないのでだいぶ自力をつけてバランスは良くなってきてはいるんですがやっぱその前がばらけてその辺からうまく立ち回るとかもしくはどっかのタイミングで一気にいくとか、まあ、後ろから追い込んでも少しはいい競馬できると思いますんで藤岡悠介球がうまく乗った時にははまりうる範疇なんですが根本的に瞬発力においても能力においても。 劣るかなっていうところはありますね。まあ、少し劣るかなっていうような感じですね。アレグロブリランテ、アレグロブリランテもまあやっぱそのババとか展開なんかを活かしてっていうようなところではありましたね。まあ、やっぱ現状使いながらですね、力強さが出たりバランス良くなったり、完成度が少しでもですね、少しでも早く完成度が上がっていくような馬がババとか展開活かして っていうことはありえますのでそういう形の一つではあったかなと思いますねまあ、ただ素質能力瞬発力においても全てにおいても劣るっちゃ劣るのでまあ、この馬に関してもそのまあ、さっきから言っているようなパターンのハマり方ですね他の馬達で言ったようなそういう形にならないと厳しいかなとは思いますねまあ、でも力はつけてきてると思いますルカランフィーストルカランフィーストも相手関係に恵まれてそれで ほ他の馬たちも伸びなかったんでなんとかっていうような競馬ではありましたね。まあちょっとアレグロブリランテとかと比べても少しまだパワーが足りないような感じでもありますし今回メンバー強くなってコーナーからタフになるとさすがに対応できないかなと思いますね。ジャンタルマンタルジャンタルマンタルはまあ朝日杯ヒューティリティステクスの時は あのの時はココーナーーーナナ手前前から4コーナー前後あそこで外国人ジョッキーの逃げのペースメイクが甘くてペース上げてなかったんでそこを隙を突いて川崎氏がうちの方からスルスルっと抜けた上騎乗に近い超高騎乗でした、ね、まあでもそれができたっていうのはジャンタルマンタルのセンスの良さですね反応の良さ器用さっていうところもあって、まあ、瞬発力も一足だとある程度切れる足も使える馬でもありますので。 いいところがあってまあさらにあれだけ粘り込んだわけですからただのその器用さとセンスとキレだけではなくてある程度馬も今勢いもあって強さもある程度はあるかなと思いますね。まあ、ただ今回のメンバーだとジャンダルマンタルよりも底力あって勝負根性タフさがあるような馬何頭かいますのでまともなタフな競馬になるとちょっと分が悪いかなとは思うんですがただ馬場的にですねもし 工場が直線の入り口だまでだけでもですねある程度引っ張ってくれた場合その場合だとジャンタルバンタルどっからでも立ち回れる馬でもありますんである程度中段あたりの位置から前を見ながら真ん中ところ外へっていうような形で早めにスッと抜け出すセンスのいい競馬をできた場合だと有利に運べる可能性もありますし。 タトースの皐月賞だと結構やっぱ過去20年25年とか思い返してみるとこういうタイプが構想することはあるんですよね、まあ、前走は東京であの多分瞬発力では抜きに出てないだろうということで僕はこのジャンタル・マンタルじゃなくてジャスティン・ミラノの方を狙ったんですが、まあ、それは東京のあのレースだからであって中山の皐月賞ということになるとまた話が変わってくるわけですよね。まあ現状の 完成度の高さとかいろいろ考えると結構ジャンタルマンタルは期待できる馬の範疇かなただジョッキーの思い通りに動く操作性が高いということこれに関しては逆に言うとジョッキーの手腕立ち回りに左右されるっていうところもあるのでその立ち回りをミスった場合ですね。カカワ そのダノンベルーガで打ちつきしたりだとかですねもう完全にノーチャンスの乗り方したことも慌てた起乗もすることも g 1だとたまにありますので悪い時の川田騎手が出たら逆に足を引っ張る可能性もあるタイプではあるかなと思いますね。まあ、距離適正的にははは多分ジャンンルルマンタルはベスト1008ぐらいかなというような感じなので2,000はこなすんだけれども。 ただ22002400のスタミナが必要っていうような展開になったりタフになると部は悪いいかなっていうとうころありますアーバンシックアーバンシックはまあ単勝十何倍台とかなんで人気してないんですけれどもこのまあですね単純な底力で言ったらアーバンシックか新エンペラーかっていうぐらいまあそれぐらい、まあ、本当の底力勝負になった場合だと。 強いい馬かなと思います、ね、で前走はですね、まあ、ちょっとその直線の入り口で追い出した時に内に持たれちゃって馬群の中に入っちゃったんですがまあでも偶然そこ進路が空いてくれたんでなんとかなって最後突っ込んできたっていうような感じですね。また今回のレースでああいうような直線の入り口で追い出した時に内に持たれちゃうと多頭数でもあるんで。 うにもたれたことが致命的なロスになってしまう可能性もあるんでやっぱその辺ですね大外にちゃんと行けるようなそういったようなまっすぐ走るような感じに成長できてるかっていうところは注目点かなと思いますねまあ、ただバグの中突っ込んでも進路さえ開けばある程度は走る馬かもしれないそれぐらい あの勢いがついた時の勝負根性とかタフさはあるタイプだとは思いますんでまあそういう良さはあるかなと思うんですがまあでも別に馬群が平気だからといって内とか馬群に突っ込んだことが全然良くなくて完全に大外の外出しの展開とかもあるのでそういう時に馬群突っ込んじゃ全然意味ないんですけれどもまあそれで前走ももたついたんですがやっぱ勝負どころでもたつくところがある。 ちょっとそのスピードと器用さは多少足りないタイプかなと思いますんでその点でなかなか本命を打つ,打つのがこの皐月賞を多投すだと難しいところはあるかなと思うんですがでも結構今回は先行馬たちが崩れて入れ替わりの激しい展開になって待てるだけ待った追い込み馬が大外からはまるそういう展開もありえるメンバーなんですよね。で横山武史は去年 ソウルオリエンスで待てるだけ待って直線一気で大外から勝っているように去年から横山武史はとにかく待つ意識を高めててそういうことをテーマでやってきているので今回のジョッキーの中で待てるジョッキーの1人なんですよねでその待てるっていうのは結構決め打ちに近いのでハマるかどうかっていうところで外れた時には外れなんですよね。もう 一気に行かなきゃいけないまくってかなきゃいけないとかそういう早めをしなきゃいけない展開とかもあるんで、まあ、本当の超一流だったらその辺の勘なんかもクレバーさなんかもあって立ち回れるんですがまだその辺のレベルまでは横山武史は来てないので決め打ちでどこまではまるかっていうようなレベルなのでそこですよねなのでやっぱその運も必要かなっていう。レガレガラ レガレイラは、まあ、ホープフルステークス牝馬で2歳 g 1勝ったんですけれどもまあ新エンペラーに関しては馬場の悪い家を通りながら強引な形で先にうちの方から抜け出すっていうような形でそれに対してレガレイラはルメール騎手がもう前の馬たちについていきながら前にうまい形で壁ができながら外出しの展開を大外から一足で一気にかわすっていう。 ル、まあ、ルメー騎手が上騎乗でドハマリっていうような形に持ち込んでのレガレイラの勝利でホープウルステークスの時点ではレガレイラと新ンエンペラーを比較したら断然新ンエンペラーの方が強い競馬だったんですがただやっぱとにかく馬っていうのはいい形で勝つと成長しますしまあイクイノックスなんかもルメール騎手がだんだんと勝たせていい競馬させて強くしたわけですから。 このレガレイラもやっぱホープールステークスであの形で勝てたっていうのは競馬を教えるという意味でも最高の形今回はホープールステークスよりも強くなってきてるわけですしお行きなんか見てても動きもいいですしまあやっぱりあの何、ー、というかきっかけ一つで良くなってくるそういう素質もあるのがこの,このレガレイラなので。 ホープフルステークスの時と比べると僕は断然評価を上げたいかなというところです。さらに今回はその多頭数あとはある程度もしかしたら逃げ馬先行馬が直線の入り口までは引っ張っていく可能性があるもしくはあのどっかまくるような馬が出て入れ替わりが激しくとも中段かその後ろ辺りから 器用に立ち回れるこういうレガレイラだとかジャンタルマンタルとか操作性の高い馬がですね乗りやすい有利にいけば進められる可能性もあるっちゃあるのでまあそういった意味ではやっぱ後ろからもたもたするような不器用なタイプの追い込み馬よりかはこういうレガレイラとかは比較的乗りやすいっちゃ乗りやすいんですよね。ただ今回は北村広志機種でガクンと ジョッキーののレベルが下が下りますので前走レガレイラがある程度スッとついていけたのはルメール騎手が乗ってたから反応した可能性があるということあとはホープールステークスはそこまでレベルが高くなかったのでレベルが低いからこそスッと反応したっていうところもあるんで今回のメンバーである程度激しい競馬とかコーナーから消耗戦になるような中でレガレイラが器用に立ち回れるかというともしかしたらそこは。 どううかなっていうところもあるんですよ、ね、まあルメール騎手だったらある程度ごまかすっていうようなイメージになりやすいんでルメール騎手だったらレガ・レーラ本命打ってた可能性もあるんですけれどもちょっとその何て言うかジョッキー含めて一番人気として買う価値があるかというとまあそこはちょっと微妙ですね。買う価値ないとも言えないんだけれども買う価値あるとも断言できない。 ホープロ三家も矢作九車で鍛え上げてきて全体的にバランス良くなって、まあ、よくはなってるなとは思うんですが、まあ、やっぱ前走はマークが甘かったことと菱田騎手がうまく乗ってたかなっていうところがあるんですよね。でやっぱ勝負どころですね4コーナーの手前辺りからある程度大胆に仕掛けていったんですがそれでもスッと反応した感じではなくて多少もたついてはいるんですよね。 なので今回の皐月賞の舞台34コーナー「ババが悪い」ということになると同じように反応できるかというとちょっとやっぱスピードとか器用さが足りないということになってくるとまあ能力的にもちょっと相手関係厳しいなっていうようなイメージになっちゃいますよね。コスモキュランダコススモモキキラランンダダはは、まあ、前走大穴を開けけたたわけですが、まあ、僕は高く評価してたように 能力はあった馬なんで決してフロックではないですねで、このコスモキランダっていう馬はとにかく癖馬で気難しいところがあってまともに競馬しすぎると嫌気させて止まっちゃう可能性もあるってあるんですよねなので基本的には後ろから腹くくって直線勝負で追い込むかそれか前走みたいに早めにまくってって進出していってなるべくストレスをかけない ストレスかけないいい形で追い出せばってううようなタイプなんですよねでコスモキランダのいいところっていうのは前に馬がいたら捕まえに行く勝負根性ですね並んだら勝負強いタイプなので、まあ、その形に持ち込んだらもしかしたらっていうところはあるんですがただやっぱり相手が強くなって単純な能力でいくと少しだけ劣るかなっていうところはあるのでやっぱりそのモレーラ騎手の手腕ですね。 その辺力差をカバーできるような立ち回りっていうところは必要かなと思いますしやっぱ気象からなんて,いうか当てにならならいいところもあるっちゃありますジャスティンミラ・ジャスティンミラノは2番人気になるかもなんですがまあやっぱ狙い時っていうのがあって前走僕が狙った共同通信杯が人気そんなしてなくてあの時は狙い時だったかなと思いますね。 でやっぱコース代わりですね、まあ、前走なんかでもやっぱ大逃げしてる馬がいて離れた2番手ばらける展開で、まあ、イクイノックスの時に何度も説明したんですが本当に簡単ななな有利な競馬なんですよねでその中でもちょっとやっぱまだ反応が悪いところがある中でその辺を丁寧に恐る恐る乗ってるような感じなので。 ちょっと馬体なんか見ててもあんまりパワーがないなっていうところ今回中山内回り34コーナーも荒れてる入れ替わりが激しい展開になるかもしれないそういったことを考えるとちょっとコース含めて能力的に人気すぎかなっていうふうに思うところはありますね。 多分左回りの方が現状少しいいいかなっていうの右回りが苦手とは限らないんですが何かあんまりいいイメージが湧かないですしなるべくそのパワー勝負に巻き込まれないようにごまかしごまかし足ためたりもしくは先行してある程度そのばらけてくれれば乗りやすくなるかもしれないんですけれどもまともにやると僕は現状ちょっとこの条件でこのメンバーだと少し劣るかなと思っているところはあります。 でダービーなら有力士できるかもしれないんですがただ現状馬体とか動きなんか見てたらちょっと成長が遅れてるかなっていうようなところもあるっちゃあるのでその辺がどうかです。新エンペラー新エンペラーに関しては、まあ、ホープウルステックスの時からすごくいい馬ということで、まあ、ホープウルステックスは馬場が悪い中うちの方から強引な競馬で強い競馬してて。 外からハマったレガレイラが切って少し合わさった時に差し返すような仕草を見せたんでそれぐらい能力に余裕もあるということですね、まあ、ただちょっとその気象的にふわふわしたりズぶさとかもあったりなんかしててやっぱり器用にビュッとしっかり安定して走るっていうような感じではないのでそうなってくるとやっぱジョッキの優劣が響く可能性があるんですよね。 で今回堺流星騎棋士なんで酒井流盛棋士勝ち星上げてるとはいえほとんどが逃げか2番手とかもしくは腹くくった直線勝負とかそういうような極端な戦法で勝ち星を上げてるところもあるので他の戦法だと安定性はだいぶガクンと下がってジョッキーとしては現状真ん中ぐらいか真ん中より少し上かなっていうような程度なんですよね。 まあ今流行ってるんですがやっぱりあの g 1でも頼りないですし難しい競馬になるとっていうところですね、まあ、g 1勝ってても逃げ切りとか乗りやすいポジションとかそういうような競馬がほとんどなんでまあただ多少ジョッキーが動かせなくてもまあなんとか馬が力でですね頑張ってくれる。 可能性もあるかないうこといそこ力勝負になればなるほどいいですしまあでもシンエプラとにかく足も溜めなきゃいけないっちゃいけないん、ね、で一旦足を溜めた中でその中で大胆に乗れるかあのちゃんと直線他の馬たちと比べて不利がないようにしっかり走れるように進路を確保できるかっていうところそこをクリアできれば馬はある程度。 勝手に走ると思いますし追い切りを見た感じだと前走よりも少し力強さが出て完成度が少しだけ上がったかなというところもあるので本命打つか迷うレベルの馬ではやっぱりあるっちゃあるんですけれども、まあ、やっぱジョッキー含めてあとはそうです、ね、入れ替わりの激しい展開とか難しい形になった時にジョッキーの不安っていうことを考えるとちょっと本命まで打てなかったというところはありますね。サンライズアースサンンラライイズズアアーーススは、まあ まともにやるとそんなに器用ではないですしどうかっていうところはあるんですがただどっかのタイミングで一気にまくるとかそういうような感じがはまった時にはそこまで大きくは劣らないかなと思いますね。まあ、能力的には真ん中ぐらいか真んんん中中ぐぐららいいかよりなんでっていうところでミルコデムロ紀州はよくも悪くもラスト 1,000m800 ぐらいから動いちゃう時があるっちゃあるので。 それがですね、はまらない時にはしょっちゅう自滅するんですがただ今回のメンバーだとその競馬がもしかしたらタイミングによっちゃはまる可能性もあるっちゃありますしミルコ・デ・ムーロ騎手も最近は比較的まったりだとかまくる形でもですね以前ほどの自滅は多くはない形にはなってますので調子がある程度いいっていうのもありますんでそういった意味ではなくはないかなというような程度では考えてます。 ダノンデサイル・ダノンデ・サイルは前奏僕本命打ったかどうか忘れたんですがまあ推奨はしてたとは思うんですが、まあ、前奏は結構買い時ではあったかなと思いますね。そこ力はある程度ここでも通用すると思いますしでもちょっとその何て言うかスパンと切れる足があんまりないということ。 あとは例えば馬群の中から器用に一瞬ですっと抜けるみたいなそこまでの器用さもないかなっていうところ極端に不器用ではないのである程度の競馬できるんだけれどもなんかやっぱここのメンバーに入ると抜きんただ追い切りを見た感じだと前走よりもパンとしてきた感じがありますし能力は通用するわけですから。 まあその辺うまく横のリー,ロクシュー上手い時はうまいジョッキーなのでハマるような形で腹くくって直線行きもしくはどっかのタイミングで動くとかまあそれが最初からある程度ポジション取ってばらけたりだとかいいところから競馬できればまあ一発はあるかなっていうような印象なんですがまあ上位34等に上げる能力があるかというと。 そこまままでではまだ力をつけてななないいかなとううような印象でありますねビザンチンドリームビザンチンチドリームはまあ追い切りなんか見ててもやっぱいい馬だなと思いますしキレのある動きができてすがるさなんかもあっていいんですが、まあ、ただレース内容なんか見てみるとちょっとまだ素質を活かせてないなというような感じがあって。 新馬戦の時は余裕があっったたんでで結構良かったのかののなないうようよ感じですね新馬戦の時もたついたんですが最後ゴール前の伸びなんかぐいぐいかなりいい伸びだったんであの伸びが安定して反応よく出るようになれば本物になってくるかなと思うんですが完成度パワーとかいろいろ考えると現状やっぱ劣るかなっていうのとこのコース考えてコーナーから厳しい競馬になった場合に足がたまるのかっていうようなところはありますよね。 まあただジョッキもある程度いいジョッキうまい時はうまいムルザバイフ機種でもありますんでこのビザンチンドリームもうまくごまかして貯めて直線一気みたいな競馬ができればっていうような範疇ではあるんですが基本厳しいとは思ってますねウォーターリヒトウォーターリヒトは現状ですね使ってきた強みでタフさはあるんですよね。なののでこのタイプ 最高峰に近いところまで下げてその結果として他が自滅しまくった時に外からじりじり伸びて掲示板以上とかそういう可能性はあるかもしれないんですが多分そこまで腹くくれるとは限らないジョッキー陣営かなっていうことあとはやっぱりその切れる足もほとんどないですし今まではなんだかんでいてはまってたところもあったので。 っていうところで,、まあ、でも現状ですね自分の競馬すればですねなんだかんだハマったら来そうなタイプなんでまあ以前で言ったらスペシャルウィークの時のボールドエンペラーとかああいうようなイメージになっちゃうところがあるんで他が自滅しまくった時にはなくはないかなと思うんですがまあでも距離的にももうちょい短い方がいいっちゃいいですし基本的には厳しいかなと思いますね。以上です失礼します。